あとは松竹竹雄です。はい、ということで本日はね、ちょっとした、まあちょっとしたっていうか割と大きめなんですが、お知らせがございます。まあタイトルにもサムネにもあると思うんで、そんなね長く引き延ばしている理由はないんで、まあさっさと言っちゃいますと、本日ですねサブチャンネル開設いたします。はい、ちょっと派手な効果音を鳴らしたところで、サブチャンネルのちょっとだけ、説明していきたいかなと思います。まあサブチャンネル名前としては竹雄のゲーム雑談というチャンネルになるんですけれども、まあね、名前の通り竹雄のまあ雑談しながらゆっくりゲームやりましょうみたいな、サブチャンネルとなっております。ここではね、もう竹雄のやりたい時にやりたいゲームをするだけみたいな、ゆったりとしたサブチャンネルとなっております。でね、まあなんでこのチャンネルを開設したかっていう話なんですけど、まあ視聴者さんの中には結構ね、その僕の活動を見たいっていう人よりも、あのクラクラのね攻め方とか解説とかそういうのを見に来てくださってる方っていうのが結構多いのかなと思って、まあそういう人たちがね登録してくれてるのにね、なんかよくわからんゲームいっぱい配信するのもね、あの迷惑かなということで、またね別に好きなゲームをするチャンネルを作りました。でもちろんね、そういった解説見に来てくれてる方とかはすごい嬉しいんですけどね、配信で竹雄を見てくださってるっていうことがすごく嬉しくてですね、はい、ありがとうございます。でまあ軽く内容を言っておきますと、そうですね、今考えている生配信がこの前もちょっとね突発的にやりたくなってやったんですが、テトリスの配信ですね。であと思ってるのマイクラをちょっとやりたいなっていうのと、あとは秋ぐらいでしたっけ、新作のねポケモンのゲームが出まして、あれポケモンね結構メインでもがっつりやりたいぐらいなんですが、そのポケモンのねまあ軽いレベル上げしながら雑談みたいなもやろうかなと思っております。であとはクラクラの中なんですが、クラクラの中でもまあイベントとかじゃなくて、まあ、クランゲームはちょっと微妙なところになるんですが、のんびりと攻めながら喋ろっかみたいな、そういうね、軽い感じのクラクラの配信なんかもねサブチャンネルでやっていこうかなと思います。で次なんですが、サムネで書いててちょっとおってなった人もいるんじゃないでしょうか。続いてはプレゼント企画のお知らせとなっております。はい、全然ねプレゼント企画とか今までやってきてなかったんですが、まあね、細かい規約の話とかすると、チャンネル登録してくれた方から抽選で何名様にこれプレゼントしますみたいなのは、規約違反になるんですよね、YouTube の。まあそうじゃなくてですね、YouTube サブチャンネルの方が1000人達成したら、まあ1000人ってね、YouTube を収益化する上で結構大きな一つの指標となってくるんですが、まあそれだけね、早く収益化できましたらね、皆さんに、まあ還元するっていうのは当たり前のことかなと思いますので、プレゼントの内容なんですがこちらになります。はい、8月中だったら15,000円分、9月中だったら15,500円分みたいな、そんな感じで、まあさすがに8月中にね1000人いくとは思ってないんですが、1500円のね Amazon だったり Google だったり iTunes、 いまいちね配ったことないんでわからないんですが、まあ、そこはね、選べるようにしようかなと思っております。そちらをね、1000人達成の時期に応じてね、プレゼント企画でもしたいなと思っております。まあ、今プレゼント企画するっていう話じゃなくて、まあ、後々こういうのも考えてますよっていう、お知らせです。まあ、なのでね、皆さんぜひとも、チャンネル登録ね、していただけたら嬉しいかなと思います。はい、ということで本日は、サブチャンネル開設っていうね、ちょっとした、お知らせをしてみました。まあもちろんね、皆さん、本チャンネルは登録お済みでしょうか。メインチャンネル、サブチャンネル、今後ともね、よろしくお願いいたします。ということで皆さん、次のクラクラ実況、もしくはサブチャンネルのね、ちょっとしたゲーム実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。